時のことは絶対に二度と話題にしないこと。うるさい、さっさとプールに入りなさい。私は着替えてくるから中で待ってなさい。
そのうちって余計心配になるわよ。私の家に来るのよ。だってもあさってもなし。私も美恵子に賛成よ、楓。そんな風には見えないと思うけど、この子すごく成績優秀なの。そんな風に見えないって何よ。冗談よ。ちょっと得意かなってくらいよ。謙遜しちゃって。彼女クラスでトップの成績よ。みんなその事実を見過ごしがちだけどね。できるだけ早くよ。落第してもらっちゃ困るんだから。もうすぐ試験だしね。そうね、勉強はきちんとすべきだわ。関係ないことよ。いいのよ、ちょっと今家の方がゴタゴタしてるの。だからなんていうのかしら、あんまり落ち着いた状況じゃなくて。気にしないで。とにかく美恵子との勉強会楽しんでいらっしゃい。はかどるといいわね。くれてんのよ。ほんと、デリカシーってもんがないんだから。ひどみが曖昧なことを言うっていうことは話したくないってことなの。まあいいわ、さっさと勉強会をしに行くわよ。あんなことしたんだから、私の言うことはよーく聞きなさいよね。よろしい。さ、こっちよ。入って。目を通しておいたわ。だから教えるのも簡単なはずよ。さ、どこがわからないのか言ってちょうだい。そこ教えてあげる。ちょっと楽な格好になってもいい？私のノートよ。あんたがこれから勉強することをメモ
持っておいたの。私の部屋だし、これが私のくすろぎ方なのよ。気に入らないなら出て行きなさいよ。前にももう見たでしょ。今更隠そうとしても何の意味があるのよ。私の清純さはもうすでに台無しなの。もう恥ずかしくてお嫁に行けないんだから。もちろん思うわ。だからってあえてこんな格好してるのあんたに見てほしいってわけじゃないわよ。楓、ちょっと無駄話が多すぎよ。いい加減教科書の方を見なさいよね。これよ。こうやって記録を取っておくと便利でしょ。試験に出るはずだから覚えておかなきゃいけない箇所よ。しっかり覚えて忘れないことが大事よ。いい？私は大事なポイントを教えてあげてるだけなのに、あんたはそれを気が散るとか言うのね。じゃあ何よ。私の何？私の何が邪魔してるっての？私はあんたの勉強を手伝おうとしてたのに、あんたの頭の中はこれのことでいっぱいだったってわけね。頭が冷えるまで戻ってくるんじゃないわよ。ちゃんとやっておかないと将来に響くわよ。美恵子の言うことは一理あるわ。もし美恵子との勉強会でうまくいかなかったなら。そうね、私とやってみる。別にいいわよ。どうせあんたとなんか二
二度と勉強会なんてしたくなかったしね。それじゃあ今日の放課後うちに来るといいわ。今回こそ集中できるから試してみましょう。ひろみと勉強してるときはせいぜい変な気を起こさないようにすることね。もしそうなればどうせ後でバレるんだから。まあどうなるかはやればわかることね。こっちよ。私の部屋。慣れると思うわ。それにしても昨日は一体何があったの？なんでそんなに気が散ってしまったの？あの子また部屋で服を脱いだの？え？あの子いつもそうするのよ。まさかあなたの前でまでやるとは思わなかったけどね。確かにあの子のやりそうなことだわ。それじゃああなたが集中できなかったのも無理がない気がするわね。私はそんな風にあなたの気を散らさないように気をつけるわ。とにかく始めましょうか。それでどの科目をやるの？こんなところを勉強しているの？一体どれだけ遅れをとっているというのよ。興味がなかったって昨日も言っていたわね。どうしてなの？楓、勉強の何がそこまで嫌なの？それが勉強をする意味というものではないの？みんながあなたにいい成績を期待する。それに応えることであなたはみんなに能力を示すことができる。じゃああなたはただ周囲への面当てのためだけに自分自身の未来を棒に振っているというの？それってくだらないわ。そんなこと言わないで。あなたはもっとできる人だわ。遅れを取り戻すことはできるわ。でもそのためには私に手伝わせて。美恵子とはうまくやれなかったことでも私にならできると思う。ありがとう。それじゃあこの部分についてだけれど、必要なのは集中力だけだったのよ。集中さえすればそれがなんてことない簡単なことだって気づくはずよ。さて少し外すわね。勉強を続けて。いい加減制服から着替えなきゃ。大丈夫、やらないわよ。ちゃんと部屋から出て着替えるわ。ご心配なく。
ってくるって、なんでこんなところまでついてきたの？着替えが終わるまで待ってくれてもよかったでしょ。戻って勉強するのよ。今すぐよ。